はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンデニーです。はい、毎日更新でレトロゲームの動画をお届けお送りしております。はい、本日のゲームはこちらです。悪魔城ドラキュラ、コナミ。はい、というわけでですね、何作目になるのかわかりませんけど、なんならアーケードとか、アーケードだったのか、MSX とか、私のやったことないドラキュラも多分あると思います。何作目とかはわかりませんけど、とりあえず、スーファミ1作目ということでいいかな。はい、というわけで、今回の主役はリヒターベルモンドですか。はい、こちらですね。になっております。はい、というわけでやっていきましょうか。昔これクリアしたことあるので、なんとなくいろいろコツもある程度覚えてる部分とか、楽しいアクションとかもあったりとか、ね。進化している部分とかありますので楽しめたらいいなと思います。今日のワンコンでね、一回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームでしょうかとかを紹介したり体験したり、そんな感じでやっていけたらいいなと思っております。まあワンコンテニーとは言いつつコンテニーをしないので、ワンチャレンジワンコインだったりしますけど、そんな感じでやっていきましょう。とりあえずよし、悪いやつをぶっ飛ばせるんだな。どうどう立ち上がる、どう、おい来た、ナーミ。お、虫、岩、血、虫、ツタ、悪魔城ドラキュラ。最初から怖いな雰囲気。まあオープニングかなんか始まるかな。あ、始まった。何かしらがオープニングプロローグ的な感じか。ドラキュラって書いてある。お墓が建っている。もうちょっとこうなんか柵で覆うとかさ。あー、雷、そして光り輝くコウモリがどこまで旅立つ、旅立つ、飛び立たない、飛び立たない、意外と飛び立たない。はい、飛び立たない、飛び立った何フェイクかかけたね。魔王は100年に一度この世の力が弱まる頃、邪悪な心を持つ人間の祈りによって孵化する。その祈ってるやつらはまずぶっ飛ばしに行こうぜその祈ってるやつらがいなければ、あーでも心が弱ってるから祈る人もいるってことか。そしてその復活のたびに彼の魔力は強くなる。毎回強くなってるってこと。過去に幾度となく魔王はあらゆる形でこの世に復活した。しかし魔王の全世界を暗黒の雲で覆い闇の世に君臨しようとする野望は英雄ベルモンド一族によって打ち砕かれたのであった。あれ、魔王がベルモンドとの使徒に敗れ、この使徒っていうのはある言葉なのかな、あまり聞き馴染みはないですけど、それか誤植か使徒か、敗れ人間界から追放されて100年が経とうとしていた頃、トランシルバニアでは、灌漑化が続き、かつての繁栄に限りが訪れていたか。そんなある日、邪悪な雷雲が、雷雲ぐらい漢字書けるよ、雲を町を覆い、一筋の稲妻、沈黙闇に町貫く瞬間、暗黒魔力持つ過去最強の魔王誕生。軍団と共に舞い戻った、危機救うベルモンド一族シモン。人間解放を誓った勢力に不安抱きながらも不思議な力を秘めた道を手に乗り込んだティアナドである。あれ、シモンなの、シモンっつったね、リヒターじゃないんだあれ、シモンなの。はい、というわけでここからは、あああのフックに引っ掛けるとあれができるとか、あのワーができるのか、ワイヤーアクションができるのか。ワイヤーアクションで多分死ぬんだろうな今回も。ワイヤーアクションがうまくいかなくて死ぬんだろうな。未来が見えてるわ、そんな未来が見えるわ。じゃあスタートで、ワオーン。ん、名前はまだない。あ、出た、このディ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 の感じのやつ。毎回復活するたびにこの巨大建造物が出来上がるっていうのがすごい。あ、 Y ボタンが攻撃か。
ハート。階段の感じは相変わらずですね。階段でジャンプは相変わらずできませんね。探検。はい。あ、ちょっと待って。一面目から、お、ドラゴンズレア。こういうとこ遊んだらダメ。羽橋、こういうクイズ企画あるよね。はい、おとなしく入りました。閉じ込められました。育ちます、ツタが育ちます。下って歩いていいのかな、ダメなのかな。あ、この曲なんだっけ。はい、あ、今回ちゃんと戻れますね。あ、で裏に行ったり表に行ったりか。そっか、上にも打てんのか今回。危な、その下はいけないんだっけ。あ、いけた。あ、てこで戻れんのか。もうね、鞭を今回上下左右に振ることができるようになりました。危ない、これは裏か。危ないか。あれ、あ、いけた、あ、いけた。あ、なんか今上光ったのかと。戻れない。あ、クロス。そっか、上下左右に無事を触れるということは特殊武器ボタンは A ボタンか。え、なんだ、どれだ、ん、どれだ。あ、 LR ボタンか。 LR ボタンか。これとっさの時出るかな。お、肉。まあ今までのドラキュラシリーズよりちょっと機動力はマシになったっぽいですね。ジャンプが割とちゃんと飛んでくれる。なあ、あ、斧になってる、いつの間にか。なんかありそうだな。ないんかい。こう鞭をブランで垂れ下がらす、これがの使い方でそのなんかが肝だったりしますね。意外と死なないな。あら、その鬼門のワイヤーアクションが出てこない。てか、まだまともなダメージをそんなに食らってない。来た。あて、どうなった。出てきてドーン。井戸から出てきてドーン。あいた。あー、怖い。あば、あ、途中にも肉落ちてんだ。それ優しいな。これまた悪魔城ドラキュラシリーズ、まあ簡単なゲームではないからね。だから今までの悪魔城ドラキュラシリーズやったことあるけどクリアできなかったよっていう人のためとかにちょっと優しめにしてたかな。
あ、2連射。下手にサブウェポン取るとこの2連射がなくなるのか。サブウェポン、まあいつもそうなんですけど、使うことにコストのかかる武器をケチる癖が、え、つい、よく読めたね今。ケチる癖がありますからね。あー、潜水取っちゃった。危ないよバカ。何そいつ、何そいつ。ギリ届かない気がする。新しいサブウェポン取ったからやっぱ2連射も消えるか。そりゃそうだよな。何それ、馬の頭、馬の頭が。あ、ちょちょちょ、ホーミング、ホーミングボンヘッド、ボンヘッド、ホースヘッド。落ちるでしょどうせ。落ちないかい。あ、回中、あー、もうまた乗っちゃった。メデューサヘッド。あ、回転、回転足場。そうっす。ふう、ちょちょちょ、やっぱり手こずるとしたらこいつか。危ないよ。はあ、メデューサヘッドと回転足場の組み合わせはやめた方がいいよな。ちょっと今ちょっと謹慎しようぜそれ。探検ね。硬くないお前。改めて見ると今度手の動き変だよ。よし。あの足場はジャンプしない限り回転しないんだったっけね。あ、やば、あ、やばやばやば、大丈夫ここ、だ、やばくないこれ。斜めジャンプ、あ、ここちゃんと足もあったわ。普通の穴に見えた。あ、ボス？おお、ちょ、どこの馬の骨？って。口ほどにもない。機敏なゾンビ、機敏な骸骨。口ほどにもな、ま、口ほどにもない。じゃあその剣をよこせ。あ、この弾を取れば一面クリア。やったぜ。
楽勝ですね。メデューサヘッドと回転足場によって2機死んだぐらいか。わあ、長い旅だこと。一旦戻るぞな。で、あそこ攻略した的なことで、今水、何、今から水路を何どうすんの。わっ、ちょ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 、あんまこのドラキュラの、スーファミドラキュラの曲覚えてないかもな。ちょちょちょ、やめろって。あ、ちょちょちょ、分かれ道なわけないか。なんか上の方もなんかあるっぽいけどね。行ける手段あんのか。無理か、無理か。やっぱこの上りで合ってんの。お、なんか罠か、罠か。罠ではない。あ、飛びた。絶対いいものがある。あ、クロス、ナイスクロス。雑にジャンプすると今痛い目に遭うとこだったな。危な。これ回復率意外と角には来ないのか。せっかくクロスを取ったから、他のサブウェポンを取らないようにしたい。見えない狼、おお、ゾンビ。ちょい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 。仲間ってギミックあるかな。ドラキュラの敵って基本的に無限脇ではないんだっけ。無限脇のところもあるっぽいか。あのメデューサヘッドとか。ああ、まあやれやれ。うわ、何、カエル。よし、うん、あ、うかつに下に来るとやばいな。うわ、最悪。まあ、そうだ。あ、なんだ、ダメージ床じゃないんだ。そこなしぬのか。順調にダメージ食らってんな。危ないよバカ。よし、チェーンガード、ネビラチェーンガード。お、やったね。いいとこにあるね。
嫌なとこに、そして、あ、危な、危な、今の、あー、取っちゃった。何そいつ、何そいつ。嫌な鳥。お、ボス？どんなやつ？おーおーおーおおお、上半身、上半身。おお、メデューサ？長期戦はこっちが不利だ。熱い！長期戦はこっちが不利だな。結構戻されたね、これ。結構な戻されっぷりですね。あ、結構戻されてるね。カエルはずっとついてくるんだ。かわいそうに。やられるたびにこう肉とかも孵化するのは優しい。危な、あー取っちゃった。取り。さあボスか。あー、うん、まあ、無知の使い方が慣れてないからな。小蛇が鬱陶しい。よし、ふう、口ほどにもないやつめ。危な、あれ、このボスじゃないの？中ボス？中ボスっぽい雰囲気。流される水路。斧。かわいそう。水流が上る水流になったり、どういう条件で？なんだこの不思議水流は。物理法則を狂わしてくる場所がある。何？トゲの直前でその水流を変えてくるのはいやらしい。トゲがダメージが一発かも分かんない。うわー、あ、まあ、いいか。斧と黒さ、どっちがどっちも良さそうだけどね。
食材はなるべくサブウェポンで倒して壊した方がいいってことを思い出した。あ、でもそのルールファミコンだけかな。あ、ボスが中間にいるってパターンだね。長い道のりかと思ったら結構順調にいけてますな。これコマは普通にクリアできちゃうんじゃない？大丈夫かな。別にできればできるで越したことないか。問題を言うとすれば、それほどの収録時間になると想定して挑んでないことかな。いや、いつもまあある程度ね、今日は何を収録するみたいなのをした時に、決めた時に、今日はこのゲームかちょっと長くなるなってちょっと覚悟を決めないといけない場合とかあったりして、まあドラキュラだったらそんなならんやろって思ってたら意外と生き延びてますね。生きながら、危な、生きながら会えてますね。この水滴当たっちゃダメなんだろうと思う、想定して避けてはいるけど、どうなんだろうね。いいやつ。あ、斧か。悪かないけど。えい。距離感が分かんない。手応えないな。あ、壊せる。隠し？まだ結局十字架取っちゃったじゃん。そんなんだ。イチャップしたっぽい。あんまイチャップされてもよし悪しなんだけどな。うん、どうやっていくんだその小さいとこ。あ、ほふく前進できんじゃん。知らんかった。ほふく前進なんやけど、なんかしゃがみしゃがみ、あ、また取っちゃった。しゃがみ歩きか。さっきのメデューサ的なやつの時にこの聖水あれば、えい、えい、あ、気持ちいい。メデューサ的なボスの時にこの聖水があれば血を張ってくるやつが全然怖くなかったかな。そうは言っても仕方ないか。いて、破片結構食らうのね。2発か3発か。順調ですね。 BGM 暗いのばっかやだな。こいつもしかして無敵か。あ、しまった、取っちゃった。危な。壊せる、ダブナス。壊せるとしたら硬すぎるな。これってあ、ダメか。今このサブウェポンって横に投げれたりする。うわ、違う、横以外真上とかに投げれたりするのかなと思ったけど投げれなさそうね。
かし暗い BGM ばっかやな。えいっ、危ない、怖っ、危ない。ワイヤーアクションで手こずって死ぬでしょ。いや分かってんすよ、絶対その死に方一回はするなと思ってたもん。えラス1、これせめてしょうもない死に方を しませんよ。九死に一生。ノックバックの前に飛んだかも。ノックフロントか、危ねえ。取るか、怖い。はい、でこうしてこうだな、危ないよ。でこうだな、よしよし。届くんだろうな。はい、危な。ファミコン版だったら届いてなかったね。このジャンプでとこの飛びついた時の判定が割と優しみになってるっぽい。見えないとこからコウモリ飛んでくるなしだって。しかし何度でもいいけど、この BGM がなんか寂しいな。ああ懐中時計だった。はい、ボス戦ですね。きっとこの懐中時計がこれで、騒ぎ。なんとなく BGM が盛り上がってきそうな気もするけど、ここは私の墓場な気がする。うわ、クロス、危ないよ。なってる。出た。ファミコンの時よりなんか自由自在にグニャグニャ動き上がる、このドラゴンヘッドみたいなやつ。いやライフがあと1やぞ、危ないぞ。ただうまいことあの辺に、ほらね、うまいこと肉が欲しい。危ない危ねえな。ナイフ、はいはい。さあ、やってみっす。はあ、サハギンスタンバイって言って
言おうとしたらっていうか、いうん、やられました。まあコンテン、まあ多分無限コンティニューというか何回でもやり直しが効くと思うんですけど、 BGM がな、後半に行くにつれて何か聞いたことある曲とか出てくるかな。ずっと寂しかったな、なんかそんな感じで今日お送りしてきたのは、スーパーファミコンの悪魔城ドラキュラでした。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。お疲れ様でした。